美術館、それは美意識を磨く場所。世界のビジネスエリートに必須の教養が集まっています。しかしそこにはもう一つの側面が。失敗しないデートスポット。二人で一つの作品を見ながら濃厚な時間を過ごすことができる美術館は恋を育むのに最適。このコーナーでは日本で最もキザな画家こと中島健太が都内で開催中の美術展をモテ目線でご紹介。題して中島健太の必勝モテる美術館。美術館デートを成功させるために不可欠な知識やツーブレルフレーズなどを中島さんに教えていただきます。はい、健太さんよろしくお願いします。はい、本日ね、私がおすすめするのがこちらです。宇野明展ですね。新宿初台にあるオペラシティギャラリーで、開催している宇野明展なんですけども、まあ、こんなね、感じで、6月16日までなんですけどね。いやー、まあね、正直私めなんかがね、紹介してもいいのかっていうぐらい、宇野明さん、今現在90歳でいらっしゃりながら、ただ現役のね、イラストレーターでいらっしゃるっていうことが何せすごいんですけれども、まあね、おすすめポイント順番に紹介していきたいんですが、まあまずはこちら、ウノワールドで少女の心を思い出すっていうね。僕も知らなかったんですけど、まあ、宇野さんも何せキャリアが長いですから、20歳ぐらいからも活躍してますから、もう70年間現役なわけですよ。今に至るまで。で、やっぱりなんかその宇野さんが、その、昔は、その、若い女の子たちも、もうその宇野作品にハマったって、まあ昔はって言いますけど、今見てもやっぱり男女問わずすごい惹かれる絵柄だと思いますし、もうね、なんて言うんですかね。宇野明っていう名前を聞いたことがなくても、やっぱり作品は皆さんどっかで見たことあると思うんですよ。で、もうその必勝ポイント、モテポイントの二つ目が、まあやっぱりイラストであるっていうことですよね。変にやっぱりその美術館行くと、なんかこう小難しいもの見なきゃいけないんじゃないかって思いがちなんですけど、これ何が可愛いって、宇野さんってもともとね、22歳ぐらいの時に、カルピスに入社して、はい。そうなんです。カルピスのその広告部門みたいなとこにいて、これ宇野さんが書いてて、コピーライターみたいなこともやってる。この青春の味とかっていうのも、宇野さんが、考えてて、やっぱりこういうそのとっつきやすさがあるんですよね。やっぱり商業なので、いろんな人のその心に染みなければいけない。だからまあ他で言えばまあやっぱり寺山修司さんとかのポスター書いてるとかも有名ですし、あの椎名林檎さんの CD のジャケットなんかも書いてるし、まあいろんなその有名な方であったり、有名な企業とのコラボであったり、案件っていうのをやってるんで、本当にね、あ、これも宇野さん、あれも宇野さんっていう感じ。本当に楽しめますね。絵画とイラストの違いっていうのは明確に。いや、だから絶妙に、その、難しいところなんですけど、イラストって、やっぱり、万人に受けなきゃいけないんですよ。それに対して僕みたいな画家っていう職業っていうのは、誰か一人が気に入れば、まあその絵が売れればいいんで、だからそういう意味では、とっつきやすいのはやっぱりイラストだと思います。コマーシャル性とかとも親和性があるわけですよね。そうです、そうです。だから、一人よがりじゃダメなんですよ。画家はぶっちゃけ一人よがりでもいいんですよ。すごい。変なフェチ書いてても、うわ、このフェチわかるって人が一人いれば成立する仕事なんですけど。素晴らしい。すごい。そこがね、やっぱりイラストレーターと、まあそう。画家との大きな違い。これはもうどっちが優劣とかでは全然ないです。もう僕からすると90で現役で絵描いて生きてるっていうこと自体がもうある種神で。で、まあ、この、モテポイントもう一個言いますと、宇野さん自身がダンディーですよ、本当に。ね、お写真ですかこれ。俺も宇野明みたいな年の取り方したいなとか言ったらちょっとモテそうじゃないですか。ね、本当に素敵なね、はい、年を重ねて。いやー、ね、やっぱりね、90でも好きなことやってるっていうのがやっぱり顔に出てらっしゃいますよね。結構細く何回も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 こう描くような時あるじゃないですか、先生が。これは、はい、
ペンで描いてるんですかね。いやだから本当に僕もその宇野明といえば細かいタッチだよなと思って見に行ったら、全然タッチの幅もものすごくて、作品点数が数百点出てるんですよ。さすが70年のキャリアだけあって素晴らしい。だから物量もすごいですし、まあ、そして最後のモテポイントがですね、これねオペラシティギャラリーっていうのがなかなか良くてですね、ギャラリー見た後にですね53回行くと展望レストランがございます。ジョジョ園、はい、ジョジョ園もありますし、いろんなねそのイタリアンもある、はい、北の味気候地酒北海道、これ53階からの景色なんで、これだからまあそのギャラリーで作品見た後にまあちょっとご飯食べに行こうかと。夜景ですね。夜景見て宇野明語って、これモテるでしょ羽子さん。モテるな。美味しそうだよね、しかしね。でもまあ、そこ行ってみたいなと思いました。正直、イラストだとそうやってね、とつけやすいっていう、ね。イラストだけでもうね、十分満たされますけど。あ、で、今回ね、ちょっと皆さんにお土産も持ってきました。ギャラリーショップ。開けちゃったんですよ、はい、開けちゃってください。あ、はい、開くの、まあ、ギャラリーショップでね、いろんなグッズ売ってますんで。まあ、かわいい。かわいいでしょう。あら、かわいい。あ、みんな違うの？みんな違う。私もなんか猫ちゃんみたいな。これいわゆるそのガチャガチャで。そう、ガチャガチャでね。これも楽しいし。あとね、個人的にはこのね、図録も売ってるんですけど、あの、ちょっとね、普通の展覧会の図録のクオリティじゃない分厚さなんですよ。これ自体がもう本当にかなり見事な作品集なんで、まあ、だからこれをね、めくりながら、もうちょ53回でご飯つつきながら、まあね、これはね、デート成功します。もうこれはモテますよ。うん、いやもう、すごいなんか世界に浸れますね。はい。はい、じゃあ中島さん、あの最後に直伝の必勝フレーズいただいてもよろしいでしょうか。いきますか。はい。イラストレーターって、クライアントの理想を描く人。僕は君との将来を描く専属イラストレーターだね。やだ、ちょっとやだ。全然刺さんない。そのフレーズの向こうでね、金子さんの表情が微妙に変わっていくのがね、はい、いい構図だと思います。嫌がってますね。はい、いや、参考になりましたでしょうか。そして、健太さんお知らせがあるということで。はい、はい、私ね、またいただいてきました。今回紹介しました、宇野明展。チケットプレゼントございます。5組10名様にプレゼントです。番組ホームページから皆さんぜひお申し込みください。絶対モテます。はい、ありがとうございました。続いてはこちらです。